で、タオパイパイさんがワンピー。かっこいい名前だっつね。タオパイパイやばいな。人気キャラっすよね。人気キャラっすね、間違いない。すごい、みんなに大人気。まあ多分その Z になる前の一番の人気キャラの可能性もありますよね、はい、ぶっちゃけ。ああ、ワンチャンありますね。なんか、はい、トップ3に入るんじゃないかな、人気キャラの中でと思俺は思うけどね。いや、俺すごいいいキャラと思います、うん、あのキャラ。さあこれ、まあセスはできたけど、あ、先ほどちょっと話に上がったセス、はいえあ、これは、これはまずい、リリアれそうだな、セス。あー、いじられてる、まずいパターン。さすがセス、さすがセスですわ。いやー、ちょっと前線にも噛み合わされて、空対空も勝てずに割れて、まあいいえ。さあ、コパンで暴れて、うまい。さあ、しかしやはりゲージがある分、ラーキャン払われてしまう。厳しい、厳しいね、ちょっとね。まあ、行かれる可能性あるからね、テストワンチャンで。まあ、それが来てしまったって感じでしょうか。これセスの負けが響いて終わりそうな気がするんですけど。そうですね、エイジもないしね。先ほどのマキシマリに似たような、はい、まあチーム戦ですからね、その大将。あ、確定だ、確かに確定だ。あ、確定、まあ4隙があって長谷さんなんで、簡単に確定ですね、確かに。さあ、ここはやはり先方の大将が、先方大将が終わってんだけど、どういうことこれ。いやー、今75式とか良かったと思うんだけどな、リバハイ読みっぽい感じが。もうどうしようもないわいや、もうどうしようもない。モンスターじゃないしね、もうね。確かに大将でモンスターじゃない状態出てくる時が本当大変ですよね。これが弱いからなんか一瞬時が止まったけど弱いからもう、はい、どうしようもないんだよな、本当に。一冊は得意なんだけどね。ああ、はいはい。いやー、これは完全に小熊にペース。早く絶対打てよって感じですね。もうそんな感じで打ってますね。お前早く絶対打ってくれよって、いいのかよって。はいはいみたいな感じですよね、小熊にさん的には。まあそうですね、打たされた感じか。ゼロロット、おお、ゲージがあったか、マックスが出なかったのかでしょうね、普通に考えたら。さあ、満身創痍のネームレス側、これはダッツだー、苦しい。あー、無理だ。ワンピ側はアギトさん、はい、いいの、いいんでね。はい、アギトさんが、はい、本来は A 落ちでしたっけ。そうですね、以前まあ、はい、お会いしたことあるんですけど、鹿児島の、はい、プレイヤーでして、はい、最近こっちの方に越してきたみたいなんで。あ、越したんすか。はい、っていう話です。はい、で、まあボタン位置も慣れるために。なるほど、今日はボックス位置で、ね、まあ慣れなきゃね。てか、いい加減このゲームなんで統一しないの。確かに確かに。いや、まあ統一はしたんだよね、本来ボックス位置で統一したんだけど。あ、そうなんだ。でも全国的にはまだ栄養士とかやってて、まあ全然、まあそうですね、多いですよね、はい、まだまだ。だからもう負の遺産ですよね、そのボタン配置とかいう。そこで、そういうところでプレイヤー減らしても仕方ないと思うんだよね。あー、なるほどなるほど。まあなんかあのサーティンみたいなシステムがあればよかったんですけどね。そうっすよね、確かにサーティン頑張ったね、そこはね。あれそうですよね、あそこはいい、確かに。こすってる前日が面白かった、こすってた。さあ、かけ投げで画面端。あー、苦しい。これは、いやー、一瞬待って死に投げ。まあもう通常投げはもう受ける側はもうしょうがないぐらいの感じですよね。まあそうですね、一応 C 投げだけ外しとく感じですね。 D 投げからってもいいんで。あ、なるほど。あっ、危なかった今のは。だーだーいや、コフマニアさんも思わず苦笑いしてんだけど。得意技得意技ですか。あれ、ほんとなんか見てるなとしたら、簡単出すからね。投げれないと簡単出すか。1段目でフィニッシュの後にもう1段当たったから。苦
見る側としてはすげえ微笑ましい光景なんだけど、てか見苦しいやられてる側たまったもんじゃないっていう。さあドスコイが刺さり、あーやはり危ない。ここは MB でうまく追い払う。あ、かすみちゃんか。あ、しかしこれはかなりまあかなりいい状況というか、まあ、ゲージ差1本ぐらい。もうわかんないっす、わかんないっす、何が起きてもおかしくない。まあそうですね。いやー今の痛いね、マジで超痛い。あれがきっかけでちょっと悪いことになりそう。あ、ギコ側いやー苦しい。さあクーラがいないことになってしまい、大将のアンヘル、アンヘルはほとんど見ないのでかなり貴重だと思うんですけど。確かに一応ね、メーメンスとかに結構いけるんだけど。あ、そうなんですね。あ、まあそうですね、後ろ前 B とか。あー、はいはい。いやー正面なのに後ろを向いてしまう。あー、もうなんかやりたい放題になってる。さあ、逃げ方がうまい。さあ、どっかできっかけをつけたい、作りたいアンヘル側だが、あ、なんか発動してる。ジャンが決まって安全にガーキ安全点。あ、ここは取らないといけない。あ、ギトカは何なんだ、よくわかんないけど先行で進んだところに勝手に見くれたんだけど。あー、打ち、あー、走ったところにジャンプリー。これはよく見る光景。さあ、コフマニさんの連勝が続く。さあ、これは変態名、変態名と笑わない猫。はい、変態名と笑わない猫。これは変態王子と笑わない猫っていう、まあアニメですか。まあ原作アニメライトノベルだっけ。なるほど。いや漫画かな、わかんないです。があって、まあ今期結構面白い方のアニメだと思いますよ。今期やってるアニメなんですよ、これ。なるほどなるほど。個人的にはバルブレイブが面白いかなと思う。バルブレイブ、はい、何もわかんないけど。俺あれ見てました、あの進撃の巨人を。あ、進撃の巨人は俺原作も全部持ってるんで。あ、なるほど。はい、だから期待してないんですよ、だから面白いですけど期待してないなるほどなるほど。まあ新しいあれがもう、はい、っていうことですね。はい、でこれはまた珍しいメイリーの同キャラ戦。さすがメイ全員じゃ渡せねえよと。メイ全員じゃ俺だと。なるほど。いやー、しかし、おー、すごい。さあ、全員チーム、あ、来たほら、すげえガッツポーズ。すっげえ嬉しい。超喜んでる。やべえ。ここだけは譲れなかったんでしょうね、間違いなく。さあ、メイ全員じゃ俺だと。あ、決定戦。今、格付けが決まりましたね、これ。大会優勝したぐらいのガッツポーズでしたけど。確かに。なるほど、なるほど。さすがですね、これ。さあ、しかし、やはり霞の前に。あの俺の勝ちでいいんじゃねえと。もうメイ、試合がメイリー勝ったからもう俺の勝ちいいだろうと。まあしかしやはりゲージ状況的にも、まあ、まだメイさんが有利な状況ではある。あ、うまいっすね、いなつ方が。うまい、うまいっすね。うまっ、うまいな、この辺結構きついんだよな。こうなってしまったよ。あ、今出なかった。まあ相当めんどくさいですね、やっぱもうゲージを持ってるので。一回まあカスビが乗っかっても、まあコフマイナさんも対応早いですね、結構。あー、なるほど。あー、コパンから足払い、黄金連携が刺さる。あんなにあんなに頑張ったら、まあ、仕方ない、気づいたらみたいな。枯れたけんだもん。
普通に流れが強いからな、そうですね、3点のペース。さあ残った両差が、おっと、おそらく空中重ねては出なかったが、最後は先行にジャンプ B。 まあお互いこれでもう何が起こるかわからない状態、そうですね、一撃しか刺さるか飛んだら刺さるかみたいな、そうですよね。息子は修行サボったから攻撃が飛ばないですね、飛ばない、確かに修行サボった息子と親父で、マジか。これは残念剣から痛い一撃が刺さる。マジ？いやいや、チェスト発動とか新しすぎんだろ。しかしまだ分かんなくなったんじゃないか、そのせいで。なあ！使わざるを得なかったのか。いや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 。マックスリーコでしょ。まあ技的に。まあまあそうだけど。うん、はい、まあはい、そんな感じです。さあ、ゴノノフさんが 1P に、はい、1P ですね。さあ、そろそろまあ後半戦突入といったところでしょうか。ゴノノフさんいつもテリーを最速で選ぶんですけど。確かに。俺テリー結構好きなんですけど、はい、結構テリー好きなんだけど、はい、うん、テリーもいいよね。てかテリーは本当にゴノノフさんしか今いない感じがする。確かに、まあ、ユキシさんが いるけど、はい、っていう話ですよね、はい。まあ、よく来る中ではやはり、さあよくわかんない対戦だけど、どうせテリーがきついんだろうな、はい、確かにもうテリーってなんかどうせだろうなっていう感じになり、なんか思っちゃいますよね。あ、もうガクラが近いんだけど、早くも点滅状態。あー、なんかカウンターって感じだったけど、クラックシュートかな。さ、これなんか非常に悪い流れなんですけど、どういうこと、はい、なんかどうなった。なんかマキシマの時もなんかあと誰だっけ、裏タクマとか、はい、まあ変に立ち回りが強いキャラってなんか相手を何もさせないで殺すと、そのまま2立ち3立ちいっちゃう可能性が結構でかいキャラなんですよね。でこのつなぎもやられる可能性が、ほら、うわマジか、苦しい。これテリーのせいで、ま、そうですね、まあ、これをこの状態を作るためにやはり初手のやはり裏タクマなんですもんね。まあ、やっぱ本当に今はもう分かりきってことですけど、はい、やっぱ先鋒戦大事なこのやはり KOF なんで、やっぱあのレアキャラ扱いは大変ですね、はい、大変ですね、本当に初手は大変だから。逆に言うと2番任せられるキャラが、あ、まあ確かに、はい、俺手出ししかねえと思ってるんで。あ、なるほどなるほど。でも手出し1番が一番強いから、はい、もう難しいそこは。さあ、まあ遡ればやはりテリーの、明らかにテリーのせいです、これ先般でしょ。あー苦しい。先般だった。マキシマ封印、いやー、マキシマ封印とか言ってますよ、ダメっすよ。マキシマ期待の星が封印、ケンヤさん、マキシマいなくなったらもうどうでもいいっす。どうでもいい。いやでも俺ケンヤさんのマキシマすげえ大好きだから。あ、わかります、すごい面白いしね、見てて。そう、ケンヤさんのプレイは全体的にマキシマじゃなくても俺はすげえ面白いと思うんだけど。しかしなんか、あ、でもマキシマ対ね相撲だったら結構いけると思うんだよね、1番はね。 3.5 ぐらいで、がまだ 3.5 ぐらいいけると思うから、結構いけるよ。おっと、ギリギリに間に合ったのかな今。なんか謎のプレイに惑わされてる感じですね。ケンヤさん本当変わってるから、なんか本当苦手な人は、俺もそうなんですけど、すごい苦手だと思うんですよね。あーか。あのケンヤさんが多分一番なんかゲームとリアルに会話しながらプレイしてる、はいはい、確かに。本当に会話してますよね。
で、キナサイの先鋒戦を取って、あ、釣れたクマ釣れてしまう、綺麗に釣れたクマキナサイは何とも言えない顔してる。これで勝てないじゃないかって言ってゲージがない、確かにどうすんだろう、これサイハでなんか結構頑張んなきゃいけないね、はい、これ ね、 そうですね、あ、釣れたクマすごいところ垂直に垂直ジャンプにつられてしまう、あー、いやー、これは大ダメージ。もっと駒投げに行ったところに B で暴れている。さあ、もうさすがになんかもう釣りたくてたまんないっぽいんだけどもう一回、もう一回釣ってやるぞっていう意気込みすら感じる。おっと、裏、これは美味しい。まあ減らないんでね、関係ないです、そんなの。あー、これはボアスタ貢献貢献。まあ確かに事前に歩いてたからね。あー、そうですね、歩いた後に事前に歩いてたからね、今ね、仕方ない。なかなか、さあ、裏ロバ1枚走り込んで、あー、投げられてしまう。前転を咎められて、あっ決め打っている、あっ早い。確かにちょっとまだ分かんないんじゃないか。今なんで近距離に出さなかった。まあいいや、霞近距離に出すと投げたかにも勝てるし、サマーにも相手だからね、はい、あ、そうなんですね。近距離 D D です、近 D です、近 D 有名なネタっすよ。へー、あとこれは使って、あー、惜しい、ギリギリ届かない。あー、これ行かれるね。これはこの後、この後、あー、打つ、素直に打ってスービア。さすが裏のバスね、すがとしか言いようがない、さすがだわ。さあ気を取り直して、はいはい、そうですね。さあ 2P 側に座ったのがプーさん、メイプルプーさんからもうプーさんになりましたなんかプータラみたいですねいや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 、そんな、まあ、コスプレ、まあ、その作業着はコスプレだと作業着は伝わらないですからね、あの、まあ、視聴者の方には ね、 確かに、はい、さあマキシマがいて3番マキシマなんですけどまあ先鋒戦大事ですからね、マキシマはやはり、はいっていうことなんでしょうか、どうなんだろうか。さあ、裏と、あ、表タクマ対裏クリス。さあ、これ表クリスだと結構クリス側が結構きついんですけど、裏だとどうなんのか全然知らないよ。さあ、なんかカーとかこすってたけどあ、なんか垂直ジャンプしてるだけだけど、さあスライディングに噛み合って押し込んで押し込んで、さあ当たらねえかなと振り回してる。うわ、あいつか。ただ前差し込まれるんで、その絡むったらね、あ、はいはい、あんまりやりすぎもどうかと思いますよ。さあ最後勝利を離して、はい、結構強気ですね、よく探しましたね今。そうですね、まだ逃げ回ってなかったけど2、3秒あったけど、はい、勝負に出る。あ、これケンヤマジック、ケンヤマジックですかね。あ、確かに。あ、ケンヤマジックが、あ、何も出ない。さあ、これ走らないと向こうのミス。さあ、小脇からコンボ入れて D 投げ決めて、置き攻めはさあ、前転で回避。そう、なんか遠距離 C で、ね、闇払いだと思ってる、遠距離 C。 最後は本物の闇払い打って剣屋さんの草薙の勝利。キャラ衣装合わせた、マジか。これ、これに、これに誰に合わせたのか知んない。合わせたんだろうけど、あ
ーかちょい対マキシマいけるって言ってるんだけど、その前にその上海対マキシマはかなり終わってるんですよ。まあきつそうじゃない、それはどうするかじゃないですか。これ相当臭い、頑張んないと。あーこれはマキシマ、マキシマ終わるフラグっすよこれ。シャンフェイタマキシマやばいっすよ。どうするんすか。やばくない、見せてくれるんだ。なんか、まあ、ゲージは抱えてますけど、確かにね、ゲージは抱えてる。あとはプーさんがマキシマを知らないことを祈るだけ。すげえ強気なプレイ通ったけど今。ちょっと画面見ないでジャンプタワーで突っ込んでいいっすよ、シャンフェイが。さあしかしシャンフェイ体力はあとわずか。おっとおっと、これはでかい。無印からちょい台マキシママキシマエリアとケンヤさんが今豪語してるんで。そうなの、あそんなわけねえだろと。どういうこと、ゲージ差はだいぶありますね。なんか今ミサイル系のハンドって裏からそう、なんか慎重に動いてますね、ケンヤさん。削っていく作戦でしょうか、そのまま。あーこれは断崖石となんもないですね、この距離は。あ、まだ無印さん、あれ、あそこは変わってないですね。変わってないです。あ、なるほどなるほど。あー変わってんだっけ、ちょっと引き減ったとか。あ、うまいっすね、うまい、さすが。減った、減った、さすが。さあロッシーワンピ側、先週に続いて2回連続で出るなんてかなり珍しい。さあ裏狂いたい、デルナデルになるのかな多分。あえあえあれ、なんかお互いお互いキャラあってよ、多分チョイボンに対してデルンが有効なんで多分サンマリしたと思うんですけど、それ読み切ってチョイ1番っす。なるほど、しかし1番出てきてもこのこの神神キャラが、ちょっと神対チョイって結構きついんで、どうすんだろうね。神の逃げジャンプリートが結構きついから。あーなるほどなるほど。あー神汚い、なんだこれ。うまい。さあしかし体力的にはいい勝負、むしろチョイが逆転。うまい、小刻みに壊し小判を刻んで、前方戦相当いい勝負。あーこれはちょっと相にかかって投げ、よし勝ったと。もうロッシーは勝負決まったから、もう勝利宣言。あそこまで言える状況でもない気がするが、なんかあるのか。あーこれはめり込んで勝手か。あーあっ勝手。さあ最後はナローにジャンプ B。 あーもう最強キャラやばいな、あんだけの体力しかなかったのに。そう、半分以上減らされたんだけど。そうですよね、なんだこれ。ただこの対戦結構どうなんだろうね、知らない。表だと結構ボテクリス側が嫌な、嫌だと聞いたんですけど。あ、そうなんですね。はい、まあ、クリスに対してあんまりエボに振りづらそうだけど。あー、けどこれがあるんだよな。そうですね、あれがあるんで。そうですよね。さあ、ロッシーが優先に試合を進めて、足払いから投げ返して、さあ裏クリの体力はもうわずか、しゃがんでいる、うまい。あー獅子を噛めなかったか。今のは決まってれば、今のミスはね、ちょっと相当痛いね。よくわかんない体勢が始まったけど。そうですね、めったに見ない、めったに見ない。フォアガーキャンからうまい、
さあジャンプ D とジャンプ飛ばしをうまく使ってダメージを奪っていく。おっと、ここはナムハでなんとかなんとかしのぐ。で対照戦かな、まあ、なんか一時期どっちがどうなんだっていう話題に上がったこの組み合わせ。あっこれはギリギリ間合い外か、相打ちを取って、あー苦しいな、発動からあっなあ、さあヨミさんが隅川、いつも通り入ってる、はい、1番にしてきたね、戻してきましたね、はい、戻してきました、普段通りの順番。いやこれ本当大変だと思うんだけど、ハイデランが、ね、一番きついよね。そうですね、ゲージがない状態だとさすがにってとこなんですけど、こうしないんだ、はい、ハイデランがけど、まあだいぶ癖があるんで、まあ、いけるポイントがあるので、それをちょっとケラシ側が知らないようだとちょっと苦しいかもしれない。あ、今フルコン入りそうだったけど、そうですね。さあここから読み側が取り返せるか、いやー最後はジャンプ、あれがすげえ邪魔なんですよね、ゲーダッシュけど、ね、まあ、走り込んでしゃがまれるですけど、まあ、そういうなんか極端な読み合いになることが多いんですけど、さあデルン対クーラー、端に追い詰められているのはハイデルの方、お前超えた、マジか、よく抜けられた今、すごいね、クーラーで超えるって、そうですね、これは使っていく、ここでクーラーが落ちてしまうとちょっと痛いが、いやー、しばらいが長い。さあ、ロッシー2打点。もう状況が良くなさすぎて、どうすればいいのか。そうですね。なるべく体力、ゲージともに温存して勝っておきたいところだが、あー、しゃがみついで終わってしまう。スタジアム使って、エボニー。空中投げ、いやー体力が全然悪いな、はい、相当なんか目まぐるしいですね、ハイデンがまだ粘る、完成しない、ギリギリ間に合わない、かなり結構反応早かったと思うんだ、ね、思ったけど、間に合いそうだったよね、そうですよね、うまい、うまいね今ね、今すごいですね、うわーロッシュもよく見ている、あーマチュアは大将もう後がない、あーが苦しすぎる、ここはもう使ってなんとかケラシを倒していきたいところ、上を取って投げを外してロッシュは冷静、危ない、苦しい、あっだったー、惜しかった今だ、今のはちょっと悔しい。